1234前方公園墳の北南原南限1、角塚古墳2、某塚墓1号墳3、勝武塚古墳4、塚崎51号墳勝武塚古墳は、新潟県新潟市西海区竹野町にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定され、流教は、新潟県指定有形文化財に指定されている。角田山登録の第一先端部にある。 本古墳は金禅寺境内に所在し、その周辺は越王と通称されているところである。全長53メートル、公園部計33メートル、同高さ3メートルで、前方部高さ2メートルと公園部より前方部が低い。新潟県内では最大クラスである。日本海側で最北端に位置する江鏡型の古式前方公園墳であり、年に 国の史跡に指定された。内部主体は明らかでない。石室を有しない、木管寺仮装ではなかったかと推定されている。東古墳の最も古い資料としては1812年観光の北越基段で洞窟され、鏡が出土したことが記されている。その鏡と伝えられている流鏡が新潟県の有形文化財に指定されている。 計22.7センチメートル防生橋で古墳時代前期のものと推定されている。言い伝えにより古墳の中には源の頼政の妻勝負御前が葬られた墓とされている。また、隣接する早戸塚古墳には家臣である井野早田の墓とされた2002年2003年に古墳の範囲の確認のために牧町教育委員会が調査を行い、その結果、 緩やかな傾斜を持つ台地の上に、全体の形を設計した後、周囲に溝を掘り、その際に出た土などで盛り上げて作られた墓であることが判明。その際、土質の異なる土を交互に盛るなどして強化する工夫がなされた。東古墳の墳球場には、平安時代から室町時代にかけて、京塚が営まれている。京塚から出土した、銅製、京筒、銅製壺。 同郷等の遺物は、越後国省部塚古墳教塚出土品として1962年に国の重要文化財に指定されている、琉球東京国立博物館展示。ありがとうございます。